ヴィンセント・ポール・カー・シーザーはアメリカ合衆国の俳優。1990年代は子役俳優として知られた。近年では、バフィー、恋する十字架のスピンオフドラマ、エンジェルのコナー役、マットメンのピート・ギャンベル役で注目されている。ミネソタ州ミネアポリス生まれ。6人兄弟の末っ子で、姉が4人と兄が1人いる。身長は180.3センチメートル。 彩色主義者、UCLA で歴史学を学んだ。カー・シーザーは1993年から子役として活動を始め、1996年の映画、アラスカ小さな冒険者たちでは、ソーラバーチと兄弟役で主演を務めた。その後もラリー・クラーク監督のアナザー・デイン・パラダイス、ドストエフスキーの罪と罰を下敷きにした。 クライムパニッシュメントで準主役を務め、主に映画の分野で活動していた。2002年から2004年まで、人気テレビドラマ、バフィー、恋する十字架のスピンオフ作品である、エンジェルで、主人公エンジェルとダーラの息子コナー役を演じた。また2007年に始まった人気ドラマ、マットメンでは、若く出生欲の強い広告会社の営業マン、ピート・キャンベル役を務めている。 ありがとうございます。